皆さんこんにちは、水野徹です。鈴木六です。よろしくお願いします。します。はい、今日何すると思いますこれ難しいよ。何すると思う？あれやな、流行りのカップヌードルチャーハンやな。残念、今日はこれを、はい、全部食べてもらいます。はい、そうでしょうねこれはだってしょうがない。だってコメント欄でリクエストがあったやつや考えろ。これは俺全然思いつきませんかっただって無理やもん、早食いやんて。バカなんだよななのでね、それを見た瞬間に、なんて天才なんや全員か俺をいじめてくんのやめよう。食べてもらいましょうよ。これに関してはね、もう正直みんな速度なんかどうでもいいんです熱い熱いと。猫舌ですからね。あ、確かにな、すぐフーフーするもんな、イラッとするんだよで、これ早く10個早くやってもらうんですけど、それをやるときに思ったのが、カップヌードルってこんな種類あんにや。今僕らもまあ言うても30半ばですよ。30半ばの人間からするとカップヌードルってこのスタンダードのやつとカレーとシーフード、まあ買ってるんですよね、これ11個。なぜか11個買っちゃってる。このシーフードと、なんかギリギリ、これが出たんかな、チリトマトはギリなあったかなのイメージしかない、うん、何これ分からん。リッチってあるね、ガリガリ君みたいな。これ大体150円ぐらいなんですよ、普通のやつ。これね、100円ぐらい高いんですよ。このリッチをね、まあ、君が食べるわけやけど、一体何秒で食えるのか。何秒とかね、何秒で食えるのか秒じゃねえか。寝ていきたい。もうごちゃごちゃ言わずに準備しましょう時間かかりますから。はいはい、ということで、はい、出来上がりましたけど怖いわ。すごいぞ、爽快やぞこれ。これやで君、しかもあれやから、これ10個作んのに時間かかってますから見て、普通にスープ減ってんだよな。 めっちゃ吸ってんのこれせめて美味しく食べたい。ルールですけど、はい、汁は飲まなくていいです。はいはいはい、これあるんで、これでちゃんと食べたかどうか作って確かめますから。テレビチャンピオン方式ね。そうそうそう、それでできてなかったら、それこれまだ残ってるって後で言いますから、それでやっていきましょう、はい。じゃあ、せっかく頑張ってな。ちなみに目標は何聞かせて。俺はこれ10個食べるって言われたら多分30分かかる。8分。おー、頑張ってくれ8分超えたらカップラーメン1年分カップヌードル1年分あげるから。よし、レディーゴー。熱い、無理するから熱いし、これ辛い。今何食べてんの？あ、グリーンカレーか。食ったことないな。はい、チェック。辛い辛い。味わう余裕はね。オッケー。よし。チェック。すっぽん。オッケー。すっぽん。何でも出しよんな。熱い。だってまだ1分半しか経ってないから。はい。はい。チェック。はい、なし、オッケー。あ、これはレッドチリですね。チリトマト、これで食べられへん。はい、はい、明らかにない。それじゃ重たい。それラーメンか、それやばい。まあカップヌードルのやつが一番麺細いからな。まだ熱いんや。それ半分？5個目やな。今ちなみに
3分20秒。すげえなこいつ。はいチェック。 OK。 普通の人やったらここでお腹いっぱいギブアップがあるんですよね。まあいいでしょう。味濃っ。そりゃ濃いよな。だってリッチの濃厚クリームやで。はい、悪口やぞそれ。もうちょいや、頑張れ。はい、オッケー。ラストラスト頑張れ。よし、記録9分52秒42。君、あかん、君今アップしたあかんわ。鼻水すごい、ね、鼻水と涙も出てるからな。これはアップにしたあかんやわ。これすごいぞ。ちなみに止めたけど、これ残ってたらアウトなんで、そこはちゃんとチェックしておきましょう。そしたらまたスタートするかな。オッケー、ガンセ君頑張った。これはすごい。やるね。はい、ということで、カップラーメン10個食べきりました。はい、ちなみに最初8分って言ってたけど、正直これ9分25秒って食べてるやん。はい、1個頭1分かかってんの。調理時間3分で、食時間1分弱。これはあのコース料理だと多分切れられてる。まあすごいすごいよ。最初の8分はクリアできへんかったけど、これはすごい。ちょっと感動した。気持ち悪い。感動したので、ガンセ君には目達成できへんかったけど、カップヌードル1年分差し上げます。いいな。はい、ということで今日はね、カップヌードル10個リクエストの答えってやりましたけど、もうちょっと優しめのお願いします。ほんまに。まあでもこういうリクエストをいただけるとありがたいので、ぜひどしどしリクエストお願いします。はい、この動画面白かった方、多い方、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。もう一度この辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。